青コーナーより田中みのる入場。さあ、新たなジュニアを想像していくのでありましょうか。田中みのるが入場してまいります。赤コーナーより選手入場。さあ、最強の称号を胸に秘め、平成の格闘王が入ってまいりました。ガンガン行け。シングルマッチ30分一本勝負を行います。みなる青コーナー115cm 90kg 田中さん、田中みのるさん、みのるさん、みなる、頑張れ。赤コーナーオリジナルレスラー、頑張れ。はい、ゴー、カット。ミナル。打ち鳴らせ、今ゴングだ。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。その辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。組に行きます。ハンマースルーをさせない。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。切り返します。ハイキック、アキレス腱固めに入ります。ロープにブレイクしました。行くのか、そのまま投げてまいります。足を取ってアキレス腱であります。小手を打っていきます。あっと、キャッチした。テイクダウン、ローキック、顔面に小手を見舞います。ダウン。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。スワットを打ち込みます。重いですよ、打撃。ディフェンスした方がいいですね。痛いですね。ラッシュの嵐が襲う。ダウン。ワン、ツー、おのるの強さのみをひたむきに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキックアンドサブミッション攻撃、
その切れ味は今夜もますます冴え渡っています。腕を取った。腕しぎ十字固め。組み合った。そのまま投げていった。腕しぎ入った。強烈なローだ。マット切り返した。小手を打ち込む。膝頭を入れていく。頭を掴んでさせません。キックものすごい。これは狙いますよ。おっと外した。首根っこを掴んだ。ニーリフト強烈。抱えた。いけるか。あっとそのまま投げていく。エスケープ。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。ロープに逃れました。ローキック。ガジェット組み合った。正面から投げていった。チキンウィングフェイスロック。キックをコンビネーションで打っていく。さあ腕しぎの体勢だ。ローキック強烈。ローを打ち込む。ガジェットク、あっと投げていった。引き起こす。膝を突き上げていった。フロントに捉えた。あっと返した。組み合った。あっと逆に返した。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。小手掴んだ。ブロックした。膝にピンポイント集中砲火。ローキック。頭を掴んで、あと逆にアキレス腱に持っていった。首根っこを掴んだ。さあ人間サンドバッグ現象か。状況ですよ。さあ腕しぎの体勢だ。掴んだ。2位を突き上げる。頭を掴んでキックの速射砲がうなる。ダウン、ワン、ツー、スリー、ノックアウト。
青コーナーより剣道家臣入場。さあ、天の卓な男、仮面の関節機剣道家臣がリングに向かってまいります。赤コーナーより高山義弘入場。常にマット界に嵐を巻き起こす男、ノーフィア高山義弘の入場であります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー111センチ92キロ剣道家臣。赤コーナー196センチ125キロ高山よし。背後ハットリ高山。打ち鳴らせ、今ゴングだ。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。その辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。ダウン、ワン、ツー、ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。スリーパーで締め上げます。抱えます。フロントからの締めを見せてまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。引き起こします。蹴ってまいります。組に行きます。コーナーに振った。カウンターであります。顔面へのキックです。ダウン、ワン、
します。ブレンバスターでぶん投げます。打ち込んでまいります。さあ、まさにプロレス界旬の男であります、この高山義弘。 IWGP、NW、GHC とメジャータイトルを総なめ。高山にとって団体の垣根などビッグフットでひとまたぎ、全くもって関係なし。腕を取ります。エルボー、行くのか。フライングメイヤーで倒します。スレーパーで頸動脈を締め、ギブアップを宣言しました。青コーナーより選手入場。世界最強の称号を引っ提げ、この男がやってきた。赤コーナーより大歓声で迎えています。頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。ガンガン青コーナーオリジナル頑張れレスラー。頑張れ。赤コーナーオリジナル頑張れレスラー。タイガー・ハットリ頑張れ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。
その辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。ダウン、ワン、ツー、スリー。組み合います。逆に投げてまいります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。蹴りを見舞ってまいります。あっと、そのまま投げてまいります。起こします。そのまま投げてまいります。引き起こします。ストマックに突き刺さります。掴みます。膝を入れていきます。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実しているとみてよろしいでしょうか。そうですね、二人とも足の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああ、そうですか。バックドロップで叩きつけます。起こしてまいります。アマチュア格闘技の実績を持っていますこの男、体に染み込んでいるその抜群の格闘センスは昨日や今日で身につくものではありません。まさに流れの月日を経て作られた努力の結晶であります。あっと、そのまま投げていった。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。岩壁の母の胸に抱かれました。掴んだ。強烈なキック。起こした。スペーストルネードが組み合った。竜巻たり落とし。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。組み合った。倒していった。あっと、鈍い音がした。あっと、モロに食らった。これ危険ですよ。いけるか。強烈に締め上げる。ニーリフト強烈、立たすローキック強烈。ブロックした。 STO スペーストルネードがダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。ガジェット組み合った。コーナーに振った。あっと、コーナーに据え付けた。ローキック、ローを打ち込む。2位を突き上げる。フロントキック、抱き起こす。組み合った。フロントから投げていった。引き起こす。そのまま投げていった。立たせていく。STO 起こした。いけるか。おっと、竜巻たり落としか。スペーストルネードが焦点を打ち込む。エルボー強烈。STO スペーストルネードが引き起こす。バックに回った。同締めスリーパー。ここでゴングが鳴らされます。
アルティメットチャンピオンジョシュ・バーネットが入場してまいります。赤コーナーより選手入場。を果たしてまいりました。この男、注目の入場であります。バーネットシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー191cm 117kg ジョシュバーネットジョシュ。赤コーナーオリジナルレスラー頑張れ。タイガー・ハットリー行け。沈黙の中にハイトーンのカレノヌが響き渡ってまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。掴んだ、キックで返します。顔面が歪みます。ダウン、ワン、2、3、4。フロントに捉えます。あっと、そのまま倒します。マウントに移行します。馬乗りから昇天を打ち込む、パンチで返します。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく、抜けてまいります。ローキック、ダウン、ワン、ツー。抱えます。フロントのヘッドロックに取ります。行くのか、逆に振り返した、ボディアタック強烈、起こします、掴みます。ストマックへの攻撃であります。組み合います。ロープに振って、さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスターナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。マウントを取ります。そのままボムで叩きつけた、ダウン、ワン、
ロックアップ。あっと、そのまま投げてまいります。あっと、返します。このポーズです。組みに行きます。ロープに飛ばした。ショルダースルーで投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。相手を挑発してまいります。掴んだ、逆に返します。タックルぶちかわし、グラウンドでの攻防に持っていきます。ロープブレイクです。パンチを打ち込んでまいります。腰を落とします。出た、豪快パワーボム。腕をフックした。あと耐えた、いけるか、逆に振り返した、強烈、立たせていく。あっと、そのままぶち当たっていった。カウントが入る、組み合った、対角線に飛ばした。タックルぶちかわし、ガチッと組み合った。リフトアップで抱え上げる、に回った、エルボーで返す、頭を掴んでニーリフト、強烈、ガジェット組み合った、コーナーに振った、ラリアット、引き起こす、組み合った、コーナーに振って、バックを取ってエルボーで切り返す。このポーズ、首根っこを掴んだ、させません、のど輪か、チョークスラム、ハイアングル、ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、してまいります。
シングルマッチ30分頑張れ一本勝負を行います。頑張れ青コーナーオリジナル頑張れレスラー頑張れ頑張れ。いけ赤コーナーガンガンいけオリジナルレスラー頑張れ頑張れ頑張れ。レフリータイガーハットリいけ打ち鳴らせ今ゴングだ。さあ山崎さん、正直言ってポイントはどういったところになりますかね。難しいところなんですけど、まあいかにガードから有利なポジションに持っていけるかじゃないですかね。やっぱりマウントを取られちゃうと厳しい展開になりますからね。そうですか、そのあたりポイントですね。ボディスラムです。フロントに捉えます。打たせません。蹴りを見舞ってまいります。ボディスラム、スタンディングを取らせます。エルボー組みに行きます。コーナーに振った。パンチで返します。全身でぶちかましてまいります。そのまま膝を取ります。掴んだ。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。起こします。エルボーでブロック、バックドロップの体勢。さあバックドロップだ。ダウン、ワン、ツー、スリー。キックを打っていきます。抱えます。この男のレスリングの下地というものは侮るわけには参りません。切れ味鋭いスープレックス、そして絶妙なグラウンドコントロール。この輝かしい実績は伊達じゃない。嬉しげに取ります。組み合います。グラウンドに持っていきます。引き起こします。ロックアップさせません。蹴ってまいります。行くのか。あとリバースで返してまいります。掴みます。ストマックを狙ってまいります。ラリアット至近距離。スタンドで突破口を狙いますよ。はい、効いてますね。させません。腕をフックします。ベアハッグで締め上げていきます。あとエルボーブロックします。あーっとラリアット。ダウン、ワン、ツー、スリー。抱えます。強烈に締め上げてまいります。フロントからのキック。あっとクリーンヒットか。あー危ないですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。いけるか。コーナーに振った。あっ、逆にパンチ。リングに戻ります。バックに回った。今強烈に叩きつけましたよ。はい、ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。キック、引っこ抜きか。リバースで返した。
えた。フロントから落としていった。抱き起こす、エルボーで返す、ラリアット投げ倒し、あとうまく切り返した。奥歯を噛みしめた。パワーボム、パワーボム、ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。組み合った。させません。腕をフックした。フロントから叩きつけた。抜くのか。リバースで切り返した。ラリアット強烈。ガチッと組み合った。ロープに振った。ラリアット、小股に挟んだ。あと逆に返した。組み合った。巻き投げで切り返した。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。起こした。奥歯を噛みしめた。あっと返した。蹴り上げていく。引っこ抜きか。リバースで切り返した。蹴っていった。あっとパンチ。腰に手を回した。エルボーで切り返す。いけるか。巻き投げで切り返した。腕をフックした。あと逆に投げていった。フロントキック。あっと顔面にヒットした。あと逆に切り返した。バックを取って逆にバックに回った。気合を入れた。担ぎ上げるのか。旋回を加えてドームに持っていった。キック、フロントキック、担ぐか。エルボーで返す。抱えた。強烈に叩きつける。引き起こす。あと逆に返した。強烈ジャーマンスープレックス。立たせて肉体を躍動させる。腰を落とす。